マルグリット・ドートリッシュは、オーストリア大公女、ブルゴーニ公女。フランス王シャルル8世の婚約者、スペインのアストリアス公不安の日、サボイア公フィリベルト2世の日となった後、ネーデルラント17州の総督を務めた。名前は関係する、各国語で以下のように呼ばれる。フランス語圏で、生涯の大半を過ごしているため、本記事ではフランス語名に基づく表記を用いる。 メヘレン市外のマルグリット増進聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世とブルゴーニュ女皇、マリーの長女として生まれる。母マリーはママ母である、イングランドを妹マーガレット・オブ・ヨークに愛情を込めて養育されたため、ママ母への感謝を表してマルグリットと名付けられた。両親の中は円満で、ブルゴーニュ公国は豊かであり、幸福な少女時代を送るはずであった。しかし、 1482年に母マリーが自己死したため、イリムコ的な形の父マクシメリアンは、貴族や諸都市の造反によりブルゴーニューとしての権力を失った。フランドルのメヘレン城にて、マーガレットの下で養育されるが、有力貴族とフランスを類い11世の密約により、王太子、シャルルの婚約者として1483年に、フランスへ、誘拐同然に送られ、 以後フランスのアンボワーズ城で、シャルルの年の離れたアネアンヌと傍中に、未来のフランス王妃としての教育を施された。1490年、13歳のシャルルは、アネアンヌとそのオットブルボンコピエール2世の摂政の元、フランス王シャルル8世として即位、マルグリットも形式的な王妃となった。1490年、父マクシメリアン1世はフランスを、 東西から攻撃するため、ブルターニュ公国の継承者アンヌ・ジョコーと婚約したが、1491年にフランス王となっていたシャルル8世はアンヌ・ジョコーとの結婚を強行し、1492年に強行インノケンテウス8世にアンヌ・ジョコーとの婚姻の追認を受け、マルグリットとの間の婚姻無交渉書を発行させた。その結果マルグリットは、 将来のフランス王妃としての地位を失ったが、今紙返還の問題のため、足止めを受け、1493年にサンリスの和役によってようやくフランドルへ帰国した。1495年、兄フィリップとカスティーレ・アラゴン王女、フアナ、マルグリットと王大使フアンの二重婚姻が決まった。1497年3月4日に、スペインのカンタンテル港につき、4月3日に、 ウルゴスのサンタマリア聖堂で結婚式が取り行われた。フェルナンド2世、イサベル女王をはじめ、スペイン国民は健康でしっかりした王太子妃ができたことを大変喜んだ。夫婦仲はとても良かったが、不安は結婚後わずか半年で病死した。彼女は第一子を解任中に未亡人となり、さらにその後男児を死産した。これについて、父マクシミリアン1世は、 フランス王家の陰謀だと疑ったと言われる。その後、イサベル一世の行為もあり、マルグリットは3年余りスペインに留まったが、1499年の秋に帰国許可が下りると、兄、フィリップの統治するヘントへ向けて出発し、1500年3月4日に帰国した。1501年12月2日、シャルル八世の重邸にあたるサボヤコフィリベルト二世と再婚したが、 ここでマルグリットは、イソベル譲りの政治的手腕を発揮した。夫フィリベルト2世は政治に無関心であったため、国政の実権は、フィリベルトの義兄ルネ・バタールが握っており、貴族が利権を占有するなど、政治的に腐敗し国民は重税に苦しんでいた。彼女は、内政の事情を把握するとルネの悪性を暴き、彼の権限を剥奪して国外へ追放した。さらに、 企得利権を占有する貴族を政治から排除し、スペインの行政に習って官僚制度を導入した。こうした政治改革により、彼女は経済的に困窮した広告を苦境から救った。今度の結婚でも夫婦仲は優れて円満だったというが、フィリベルトは1504年9月2日に模様された狩猟大会の折、 生水に当たったことが原因で9月10日に死亡した。その後、再び結婚を進められるがマルグリットはこれを拒否した。そのため1507年3月、父により、ネーデルラント総督に任命されるとともに、兄、フィリップの維持の養育を任された。ここでも彼女は、優れた政治を行った。特に1512年のカンブレー条約、1513年の 新生同盟の立役者となるなど外交にも、ラツワンを振るい、ネーゲルラントの独立を維持すると同時に、オーストリアの対フランス、イタリア政策を支援した。1515 15年に解任されたが、カールが、スペインをカルロス一世として即位すると、再び総督に任命された。ブールガンブレスにあるマルグリットの母初父マクシミリアン一世の死後、時代の新生ローマ皇帝選出は、カールと、 フランス王フランソワは一世の一気打ちになり、マルグリッドは、老いの皇帝即位のため尽力した。そのかいあって1519年6月28日、選定公前院の一致をもってカールは皇帝に選出された。カールはマルグリッドに感謝し、大変尊敬するようになったという。その後も、総督として1529年8月29日に、 寄婦人によるカンブレーの和訳締結に大いに貢献した。1530年12月1日に死去。遺体は2番目の夫フィリベルトと同じブールガンブレスの霊病に埋葬された。ありがとうございます。